いやー、皆さん元気されてますか？さけでございます。今回もね、動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、まあ、もうすっごい熱狂ですね。もう東京15区トレンド乗りまくり。ということで、Google トレンドの方でもですね、かなりの検索本数を出されているということで、まあ、ほとんどの既存政党がですね、公認候補出せてないということで、まあ、国民民主党がですね、出したんだけども、結局ね、公認取り消しということで、まあ、破綻というか、まあ、波乱というか、もうすごいことになってますね。で、今回ですね、飯山あかりさんがですね、まあ、なんと日本保守党の公認候補からですね、出たということで、東京15区の支部長としてですね、飯山さんが出たということでございます。で、まあ、いろいろとね、読んでいこうかなというふうに思いますが、夕刊フジじゃないわ、よろずニュースさんの方でですね、記事が書かれておりましたので、そこの方を引用させていただきます。日本保守党東京衆議院、東京15区殴り込みということで、イスラム思想研究家のですね、飯山あかりさんをですね、擁立、討ち死にでも、してもいいということで言っております。政治団体日本保守党が5日、柿沢さんの関係ですね、衆議院15区の関係です。江東区4月28日投開票の関係です。イスラム思想研究家のですね、大学教授の、まあ、客員教授の飯山あかりさんをですね、擁立することを発表されました。2023年の10月にね、旗揚げしてから約5ヶ月の関係でございます。国政選挙の初挑戦ということでございます。で、都内で百田直樹さんがですね、いわば有本さんとですね、共に会見をしたということで、まあ、日本がどんどん貧しくね、弱くなっているということで、政治家がですね、日本を貧しく弱くする成長しているから、今日本がね、必要なのって何かって言ったらですね、もうクリーンで、かつ日本を豊かに強く政治をすると。これはですね、日本保守党が掲げている理念であるということを言っています。これを異なるね、理念に留めていればですね、日本は未来変えることはできないと。ね、いうふうに言ってます。で、その例を挙げるようにですね、まあ、岸田政権というのをですね、出して、日本は貧しく弱くする、政策しかしてないということをね、立候補を決めた理由として語ったということで言っておりました。出馬に際しですね、週刊誌などでね、連載はすべて降板ということで言っております。第二次世界大戦でね、連合軍が行ったね、ノルマンディー上陸作戦になぞらえてですね、日本を豊かに強くさせるね、政治をやるためには、必ずね、誰かが先陣を切って戦わないといけないと。その、誰かがね、私であるならやるしかないと。討ち死にしてもいいということで、まあ、先陣切っていた、先兵はですね、全員亡くなっているのにもかかわらず、まあ、それをなぞらえて自分がですね、たとえ、落選してもですね、日本保守党から、初陣として出ると。いうことを言っておりました。これはね、やっぱ江東区の方々ですね、この勢いはですね、なんていうのかな、意気込みだけはですね、受け取っていただきたいなというふうに思っております。それだけ日本の政治を変えたいというね、政党なんだよということですね。で、日本保守党のね、友人を戦う覚悟を決めたというふうに言っております。さあ、その次でございます。中東イスラムの問題についてベストセラー書籍がある飯山さんに関してはですね、百田さんのイスラムの問題に関してはね、大きな問題があるというふうに言っております。ヨーロッパは移民問題だったりとかですね、日本に、でもですね、例えば川口のね、移民問題、将来日本にとって必ず大きな問題になると。政府はこの問題に関してね、まあ、見識がないというふうに言っております。まあ、正直な話、移民政策、移民問題っていうのをですね、やってですね、まあ、多国籍国家をですね、まあ、なんか作ろうとしてますよね、今の自民党っていうのは。これでいいんですかと。日本国民って、古き良きですね、2000年続いてきたこの歴史にですね、風穴を開けるようなことをやっていいんですかというふうに思ってしまいますよね。まあもう、この破綻させるようなことをやっていいんですかというふうに思ってしまいますよね。そうじゃないだろうと。ね、日本国っていうのはですね、今まで古き良き伝統をですね、ずっと守り続けてきて、その伝統が日本の文化として浸透していき、そしてそれをですね、この日本人がですね、日本民族、大和民族がですね、まあ、幾清掃とですね、長い年月をかけてですね、培ってきた歴史とですね、文化と、そして思想が存在しているわけでございます。で、それを、やっぱりですね、今、百田さんがですね、ちゃんとやろうと。ね、新しいものも取り入れることはすごく大事だと思うけれどもですね、今までですね、日本人がですね、虐げられてきたんですね、この歴史をですね、もう一回ですね、直そうと、ね、この政治っていうところをですね、まず変えなければですね、経済も良くならない。ね、まあ35年間、給料は、まあずっと右肩下がりでですね、サラリーマン給与も下がっていってる。移民問題でですね、日本人が虐げられるようなですね、まあ行政の政策をされる。ね。警察も外国人のね、なんていうかな、取り締まりもできない。なのにもかかわらず、日本人の、なんていうかな、まあさ、生活のですね、規制だったりとか、そんなもろもろがですね、問題視されているこの昨今の中でですね、やっぱり日本保守党がですね、今、立ち上げていることっていうのはですね、ちゃんとやるべきというか、皆さんが聞いてですね、やっていくべきだというふうに思ってしまいますよね。だからこの記者会見ね、すごい良かったんですよ。考えても、いや、そうだろうな、みたいなね。思っても仕方ないんですよね。うん。考えたところでね、決着がつくわけでもないし、思ったところでですね、行動を起こさない限りはですね、結果は変わらないわけでございます。そうじゃないだろうと。ね、僕たちができることって何かって言ったらね、もういわば、小学生の時にですね、夏休みの宿題やりましたよね、視聴者の皆さんね。で、なんか夏休み最後の方になってきてですね、あー、宿題がいっぱいあるなと、これ問題ちゃんと解かなきゃいけないのに、全然やってないなと、ね、この課題できてないなとかっていう風に思った時にですね、まあ、いわばもう、あともうちょっとでね、終わらせなきゃいけないのに、遊びに行っちゃったりとかね、してるわけですよね。今の岸田政権っていうのは基本的にこう、遊びに行ったりとかしてですね、まあ、抱えてる問題っていうのに目を向けないと、臭いものにはね、蓋をして、見たくないものを見ずですね、こう、見たいものを見ているという政治ばっかりやってるわけでございます。そうじゃねえだろうと。ね、政治っていうのは痛みが伴うものじゃないのかと。ね、辛いかもしれないけど、少なくともですね、やるべきことをやっていく。苦しいことも決断していく。それがですね、政治であり、根幹をね、考えてみればですね、それはもうすべて経営とかね、そういったものになっていくわけですよね。まあ、それを大きなものでやっていくと政治とかそういう風に言ってるかもしれないけれども、一番最初はね、やっぱ判断とね、なんていうかな、まあ、人事権とかいろんなものあると思いますよ。政治って何なんですかって、予算編成権のね、人事権ともろもろなんかいろんな構成要素があるんだけれども、そうじゃないんですよ。一番はですね、痛みを伴ってでもですね、やっぱ日本国をですね、守るために、強くするために、豊かにするためにどうするべきかっていうことをね、判断することが大事なんですよ。それによってですね、わかんないとかね、何言ってんだこいつって言われてもね、何言ってるかわからんと、多くの人たちからね、こいつ何言ってんだろうってね、言われるかもしれませんけれども、今やるべきなんですよ。いや、今やらなくしてですね、いつやるんですかと。そういう風なことなんですよね。ここでやらずして、ね、今変わらずして、ね、次の子供たちに対してですね、どんなことが言えますかという話なんですね。やっぱり僕もね、やっぱ変わらなきゃいけないという風に思いました。本当にね。だからまあこういう形でですね、YouTube の活動させていただいております。多くの人たちにですね、支援いただいて、まあ本当に日本保守党の方々にもですね、もう感謝を申し上げたいというふうに思いますよ。だって、1万2000人ですよ。こんなね、一般人のサラリーマンがですよ。ちゃんとね、働いてるんだけど、なんていうのかな、普通の人じゃないですか。その普通の人が、いわばですね、これだけ多くの人たちにですね、やっぱりなんか支援してもらってると、主張してもらってるっていうことはですね、ちゃんとね、やっぱ感謝を込めてですね、いや、俺が、日本保守党のね、ことに関してもね、ちゃんと言っていかなきゃいけないんだな、というふうに思ってですね、やっぱその気持ちも汲み取っていかなきゃいけないな、というふうに思ってやってます。それこそね、やっぱ高校生の時に、虎ノ門ニュースでですね、先陣切ってですね、保守論壇としてね、やっぱこう、なんていうのかな、左翼連中に対してですね、言及していった百田さん、有本さん、ね、その人たちのね、背中を見てきた人間でございますから、今こそね、恩返しをすべきだと。今こそやるべきことをやるというふうにね、思っております。はい。じゃあその次でございます。まあ、ヨーロッパ移民の関係とかと言ってますね。で、政府はこの問題に関して見識がないと。飯山さんは国家観、歴史観、そして国際感覚。これはね、本当に高いものがありますよと。我々が先陣を切る上でですね、非常に大きな戦力になるということを期待をね、寄せていました。で、東京の関係ですね、衆議院東京15区の関係でございますが、国政の関係初挑戦ということで選んだことについてはですね、有本さんが、衆議院議員がですね、2代続けてお金の問題で逮捕起訴されている孤独の方々ですね、よく、聞いてください。あなたたちが悪いわけじゃないんですよ。これを隠してきたっていう問題があるわけなんですね。議員が一番問題なんですよ。で、不正してたね、まあこういうことが問題ないと思ってた、代々類々としてですね、まず受け継がれてきたことをですね、今ここで断ち切るべきなんですね。ここから始めなきゃいけないんですよ。ここから変えていかなきゃいけないんですよね。なんていうのかな。2代続けたってことはですね、その次の代もですね、そういった不正だったりとかする可能性が出てくるわけですよ。だから今ここで反省させなきゃいけないんですね。彼らがやってきたことに対してですね、自分たちがやってきたことをちゃんと反省して、次に受け継がせない。ね、次にそういったバトンを渡さないっていうことがすごく大事なんです。で、このね、35年間ずっと日本はですね、そういった悪いバトンをですね、次の世代に渡してきたんですよ。だからそれをもうやめさせるべきなんですね。自民党も、もうそういったですね、まあロッキード事件が始まり、ね、裏金事件の関係でリクルート事件があって、ね。で、そこで一回痛い目見た、ね、何回も痛い目見たのにもかかわらず、もうこう、類々とですね、悪いバトンをですね、繋げていったわけでございますから、これはね、本当に、変えるべきだと、僕は思いますよ。ね、今こそ自民党ではなくて、新しい政党を、やっぱ支援するということがすごく重要だな、というふうに僕は思っております。ね。僕も自民党をね、やっぱ応援してましたよ。安倍さんの時だったりとかですね、菅さんの時だったりとかね、自民党を応援しておりましたけども、やっぱ、安倍さんというですね、まあ、巨大なですね、巨星ですよね。いわば、もう本当構成というか、ね、熱く光っていた、まあ、その星はですね、やっぱ短命に終わるというか、長くた輝き続けているかもしれないけれども、それ相応にですね、その光っていうのがですね、大きな影を生んでしまったというね、事実っていうのはすごく悲しい事実でございます。本当にね。安倍さんは悪くないからね。菅さんも悪くなかった。正味の話、岸田さんがね、ちゃんとこう、お膳立てされて、それにゴールを決めただけな、この政治をですね、もう今こそ変えなきゃいけないよね、と。ね。別に自民党、日本保守党に入れろって言ってるわけじゃないんです。今ここでもう自民党以外の政党を選ぶことが大事なんですよ。だから選挙行きましょう、というふうに思います。ね、自民党に不信感を持ってるんだったら、自民党の議員たちに、ね、怒りを覚えているんだったら、今こそ動くしかないんですよ。江東区の皆様が、今ここで動かないといけないんです。日本保守党を選べって言ってるわけじゃないんですよ。ね。あなたたちの行動一つでですね、そういった議員の人たちにですね、痛い目を合わせることができる。そして反省させることができるわけなんですね。彼らを引きずり下ろすことができるのは、何を隠そう僕たちの一票でしかないんですね。そこがすごく大事なんです。それが政治の根幹なんですね。ほんとそれはね、分かってもらいたいなというふうに思います。ぜひともね、日本保守党いいと思いますからね。これ言っちゃうとね、またね、この前コメントでですね、もう本当に、つって、うさぎさんはね、すごいいいこと言うんだけど、途中でね、話をね、ぼかしたりとか、人に対して、媚びを売るようなね、おちゃらけた感じのね、発言をするから、多くの人たちがですね、うさぎさんも本当に、みたいな感じで言うんだけど、それなくしてくださいみたいな感じでね、言われたんですよ。それはできないですよ。僕はね、基本的にね、やっぱ一般人でしかないんですね。政治家もやりたいですよ。正直な話ね。政治家したい。正直な話ね。政治家したいけど、それよりもですね、やっぱ今生きてる国民の人たちですね、今生活を営んでいる、その国民の人たちの生活がですね、やっぱり豊かになることが一番大事。で、僕の目標なんてのは二の次でいいんですよね。彼らが、僕がですね、本当に愛してやまないですね、この、コンビニの店員さんだったりとかですね、スーパーで働いてる、元気で働いてるおばちゃんだったりとかですね、それこそ自分の奥さんもそうですよ。ね、そういう人たちがですね、幸せに仕事ができる環境を整えていくっていうことがすごく大事で、それをですね、呼びかけていくことがね、間違いなはずがないんですね。その人たちが幸せにね、仕事ができる。ね、楽しく仕事ができる。ね、これ働いたら1時間これぐらいお給料上がったよ。ね。健康保険料もね、下がって、病院行ってる時におじいちゃんおばあちゃんがね、苦しい思い減ったんですっていう風に言ってもらえる、この環境をね、整えていくことができるのはどうするべきかっつったら、もう政治でしか変えようがないんで。そのためにやってるんですね。そのために発信し続けるしかないんで。皆さん僕の話を聞いてくださいね。僕はこういう風に思ってますと。それはアンチコメントでですね、いろいろ言われますよ。それこそね、CIA のね、エージェントだとか、分断工作員だとかって言われたりとかね、することもありますよ。ありますけど、ね、バカクソとかもうクズとかね、めっちゃ言われますよ。言われるけど、なんで発言やめないの？そんだけ誹謗中傷されてなんでやめないの？というのは簡単ですよ。今ここで変わんなかったら、いつどこで変わるの？この日本って思うんですよね。で、それを、例えばですよ、自分の、子供たちに、いや、この国ってこういう国なんだよって説明するさ、親、嫌じゃないですか。うん、僕、普通に嫌です。それをネットで見て、ね、例えばなんだけど、なんでこの人たち捕まらないのって言われた時にですね、それはね、なんでだろうねって言ってしまうような大人になりたくないんですよね。いや、これはちゃんとした理由がちゃんと存在しててっていうね、こいつらが、本当に悪い奴らで、それをね、できるのは、やっぱり、僕たちの一票なんだよと。ね、そういう子供たちに、政治って、本当は楽しくて、僕たちの一票がね、ちゃんと元になってですね、国民のために政治してくれる議員さんが生まれてですね、僕たちが幸せになれるんだよっていうことをね、伝えていきたいわけですよね。だから自民党じゃダメだと。もう35年間も、結果がなかった人生をね、結果がなかった自民党だったんだ。だから、ここで変えるべくしてですね、どこで変えるんだというふうに僕は思ってしまうんですね。だからこれがですね、ここからなんですよ。こういうところからなんですよ。この東京15区から始まるんですね。この15区から、ね、飯山あかりさん当選させたところから、始まると僕は思いますね。本当にね。国民の素晴らしさを見たっていう風に僕は動画でね、言いたいです。だから4月の28日、すごい期待を持ってですね、江東区の皆様にですね、言いたい感じでございます。はい。特に飯山さん、ほんとすごい人だからね。だって家庭があるからね、子供たちのお世話もしなきゃいけないっつって、やってんのにもかかわらず、ねえ、選挙出ますって言ったんだから。それこそやっぱり主婦の人たちはですね、ぜひとも飯山さんね、応援してください。もう、お願いします。いやもうほんとお願い。お願い。あなたたちが苦しいでしょ？食費高くなってるじゃんって僕は言いたいんですよ。だからお願いしますってね。もう本当に。もう目の前で土下座するからお願いしますって言いたくなるわな。うん。で、飯山さんはね、政治経験がないから、まあ自分のお金のために政治やってる人に比べたらですね、まあ政治をやったことがない私の方がマシということで、お金のために政治やってる人と比べたらですね、政治やったことがない私の方がマシだと。お金に困ってお金のために政治やるんじゃないと。自分の身を捧げることによって、少しでもね、日本国、社会が良くなることを、良くなるならね、それでいいじゃないかと思っているということで訴えました。もうこの精神性よ。ね、今の自民党議員の人たちにね、この精神性を言える人たちはいますか？裏金問題でね、多額のお金めちゃくちゃ作ってよ。二階幹事長に関しては32億ぐらいね、お金持ってて。ね。挙句の果てにですよ、その件においてですよ、まあ、有利な政策をもうずっとやってきたわけですよ。ね。自分の選挙区、ね、他の、選挙区ではじゃないけど、自分の選挙で勝てるようにするためにね、その土地の有利なね、補助金だったりとか、その他諸々の政策を進めていったわけですよ。ね。そうじゃダメだろうと。そういう政治をしちゃダメでしょと。ね。県民じゃなくて国会議員なんですから。国のために働くべきでしょと。そういうのは県議会議員がやるんですよ。そうでしょ？県知事がやるべきなんですよ。県知事がやって、市長がやって、ね。そういう風にやっていくことによって初めてですね、なんていうか政治って正常化するんじゃないかなと。ね、国民の方に向いてますかと。今の自民党議員の人たちに言いたい、僕は。本当に国民に顔向けできる政治、100点満点の政治できてますかと。ね。自信持って政治できるって言うんだったら、じゃあ、そこら辺のね、自民党本部からよ、永田町から出てきてよ、ね。回ってみてくださいよ。そうでしょ？それができたら、初めてそこで、ね、国民の今の辛いところ、今の辛い生活っていうのがね、目に見えてわかると思いますよ。本当に。ね、お給料どれくらいもらってますか？年金額どれくらいですか？ね。今ここで変えるべきなんですよ。ここからがスタートなんですよ。この瞬間からスタートだと思ってます、僕はね。だから、飯山さんに1票をね、本当に、もうお願いしたい感じですね。まあ、これがどういう風になっていくかわかりませんが、僕は、飯山さんが、当選するんではないかな、という風に思って、今回は動画を締めさせていただきたいという風に思ってます。いや、てか、多分受かると思いますよ。うん、受かる。僕はもうそう信じてます。彼らのポテンシャルはそれ、受からないとか、受からないと話じゃないんですよ。今回、飯山さんが出てきたってことがどれだけの意味を持っているかっていう話なんですね。まあだから僕は受かることに1票ですね。たとえ公認候補としても補選の関係ですね。まあ自民党の公認候補公表がですね、もう遅れてるわけですから。で、無所属で出る人たちもですね、全然、まあなんていうのかな、まあスポットが当てられてなく、これだけ多くのですね、五大新聞だったりとか、もろもろの、なんていうのかな、たかだか政治団体よ、まだ。国政政党じゃないですからね。法人格も持ってないんですよ。その人たちが、これだけのね、まあ、産経新聞から始まり、夕刊富士、朝日新聞。朝日新聞が公表したからね。朝日、やるね。ね、ほんと。うん。公認候補は、飯山あかり氏って言ってね、公表してましたね。あれ、なんか、百田さんがツイートでね、ついになんか、朝日新聞にありがとうございますっていう時が来るのか、みたいな感じで言ってましたけどね。まあ、ほんとに面白い限りでございますね。はい、ということで以上です。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。これからですね、頑張っていきましょう。はい、以上です。